鬼まんじゅうきまんじゅうきまんじゅう、または、芋まんじゅうは、小麦粉や上、新粉と砂糖を混ぜ合わせた生地に、角切りのさつまいもを加えて蒸した和菓子。主に、愛知県を中心に、東海地方に見られる郷土和菓子であり、家庭料理を発祥とする。略して、鬼まんとも呼ばれ、芋ウイロう、芋まん、芋まんじゅうなど、多数の別名で知られる。 一般的なまんじゅうや中華まんのように、中央部に具がまとまって入りそれを生地が包んだ形ではなく、具であるさつまいもの角切りが生地に混じっており、表面にもさつまいもの角切りが見える。また、一般のまんじゅうや中華まんよりも生地の粘りが強く、生地の表面に光沢がある。名称の由来は諸説あるが、表面にいくつも、 サツマイモの角切りが見える様子がゴツゴツして、鬼やその金棒を連想させること、戦前は今より黒っぽい色で鬼のような不気味さがあったことなどが挙げられる。庶民的な菓子であり、愛知県や岐阜県では高級店でなく、庶民的な和菓子店には必ずと言って良いほど鬼まんじゅうが売られている。学校、学校教育の現場では給食でデザートとして出されたり、 家庭科の調理実習で調整する地域もある。また、家庭では蒸しパンのもとに、サツマイモの角切りを混ぜて制する場合もある。21世紀現在、鬼まんじゅうを製造、販売する店は、名古屋市畜作の角王山比、タイデラ近くにあるバイカドーンが知られている。角切りのサツマイモの角が突き出て見える形状が、鬼の角や金棒をイメージさせたことから、 鬼まんじゅうと称されるようになったというのが定説である。食糧難の時代に普及したことから、災いを鬼と見立て、主食である米の代用品である、さつまいもを食べて、鬼を封じ込めようと願う、薬払いの意味を込めて名付けられたとも言う。庶民のおやつとして広く普及したことから、和菓子店などが名付けて売り出した、鬼まんの愛称が定着し、親しまれている。芋色、芋ま 芋まんじゅうなど、多数の別名で知られる。名古屋市は、幕末から作られるようになった、郷土菓子、ウイロウが、庶民的な菓子として、有名な土地柄であることから、芋が入ったウイロウの井で、厚田区では、芋ウイロウと呼び、瀬戸市や尾張旭市でも、芋ウイロウと呼ばれていた。また、愛知県春日市では、大分県の石垣まんじゅうに似ていることから、石掛ぼちと呼んでいたとも記録される。 昭和30年代、鬼まんじゅうを商品化していた山田餅本店では、鬼の怖いイメージを払拭するために商品名を芋まんじゅうと変えて販売したが、客は皆、鬼まんじゅうと注文するため、すぐに商品名を戻したという。鬼まんじゅうの名店として知られるバイカド鬼まんじゅうの名店として知られる山田餅本店屋島地区に残る。 芋畑、砂地である様子がわかる鬼饅頭の発祥は資料としては残されていないが、一説によれば江戸時代とされる。日本のサツマイモの食文化は江戸時代後期の江戸を中心に焼き芋が販売されて人気となり、それまでの基金の備蓄食料としての位置づけから嗜好品ともみなされるようになった。関東では焼き芋文化が流行したのに対して関西情報では、 深しいも文化が流行し、鬼まんじゅうは、その調理法から、情報文化圏に含まれる食品といえる。戦中戦後の食糧難の折、サツマイモは、比較的容易に手に入る食材であったことから、これと小麦粉を材料に作られ、米に代わる主食として普及した。戦時中のサツマイモは、味よりも収穫量の多さが重視され、三重県で品種改良された。 五穀芋という品種が生産されており、水っぽく加熱してもうまみに欠けた。また、小麦粉も粗悪品で黒っぽいものだった。これらをできるだけ美味しく食べる工夫から、鬼ゅうが考案されたものと考えられている。さつまいもそのものが餡の代用品と考えられたため、まんじゅうという名称であるものの、餡は入っていない。東海地方において、 20世紀前半の戦前、戦中のサツマイモ産地は、庄内川や八田川が合流した歴草の砂地である、安島周辺地域であることから、この地域が、鬼まんじゅう発祥の地の一つとも考えられている。しかし、21世紀現在、名古屋市地域の文献に見る鬼まんの記録は乏しく、稲沢市などの終わり地域、豊田市、豊川市、豊橋市などの三河地域には、 多数残るため、農村地域で誕生したことは、疑いないものの発祥地を特定する有力な手がかりは知られていない。よもぎ味の鬼まんじゅう気まんじゅうが、飛躍的に発展し普及したのは、昭和30年代から40年代にかけての高度、経済成長期である。農家において、腹持ちの良い安価なおやつとして親しまれ、郷土食として定着したのをきっかけに、次第に、 菓子店などでも製造販売されるようになり、四季島製パンや富士パンなどの大手食品メーカーが鬼饅頭風の蒸しパンを生産して、スーパーマーケットなどでも販売を開始したことから、さらに一般庶民の間に広く普及した。黒糖生地に練り込むなどのアレンジを加えた鬼饅頭も、この頃すでに誕生している。ちくさくにある格王山比。 タイデラの参道に店を構える1929年創業のバイカドーパン屋では、昭和30年代以後には、鬼まんじゅうの製造販売を開始しており、次第に懐かしい味として、毎月21日の具法大師の縁日の門前菓子として定着した。1980年代後半から一般に広く知られるようになり、平成時代には名古屋の名家と位置づけられるまでになった。 21世紀には、パン屋から和菓子屋に転身して、名をなしたバ花堂のほか、森山区の並越圏や水北の山田餅本店などが、鬼まんじゅうの代表的な和菓子店として知られる。2020年現在、名古屋市を中心に、愛知県全域と岐阜県など、東海地域に、主に普及する。一般的には丸い形をしているが、近隣の岐阜県では四角い形の鬼まんじゅうの、 製造販売店も複数確認されている。保育園や小学校などの学校給食で提供されたり、さつまいも栽培の学習と関連づけた調理実習を実施するなどして継承に努める。手軽に作れることから家庭料理としても普及しているほか、名古屋市の餅や系統の和菓子店では必ずと言って良いほど製造販売されているほか、デパ地下などでも扱われる。 主な材料は、さつまいものほか、薄力粉、米粉、砂糖、水であり、粉については薄力粉のみで作る例や、米粉などと混ぜて作る例、うどん粉を用いる例など、伝統的な家庭料理に定番の多様性が見られる。基本は、1センチメートル角に切ったさつまいもを、小麦粉、砂糖、水と共に混ぜ入れ、適度な大きさに丸めて、ふかす。 皮付きのさつまいもで作ると赤色が美しく皮の食感の違いを楽しむこともできる。さつまいもの皮を厚めに剥いて水にさらしてアクを抜いてから使ったりさつまいもと砂糖を混ぜて時間を置き芋の水分を出してからその水分も合わせて使うなど様々な調理法が知られている。鬼饅頭独特のもちもちとした食感は 材料を練り混ぜる練り具合によって左右され、和菓子店などでは味を統一するためにその日の気候によって練り具合を変えるなど、熟練の工夫が必要とされる。また、白砂糖と黒砂糖を使い分けることで、味や見た目に変化をつける、小麦粉だけでなく白玉粉を混ぜるなどして様々に工夫されている。冷えても食べることができるが、蒸したての食感を味わいたい場合は、ラップをかけて、 電子レンジで20から30秒温め直すと良いと言う。一般的なまんじゅうと異なり、あんはなく、具である。さつまいもが一体化して表面にも見える外見のまんじゅうである。食感はもちもちとしつつ、芋の歯ごたえを同時に味わうことができる。本来の鬼まんじゅうは、もっちりとして重量感があり、腹持ちが良いのが特徴であるが、試行品として普及して、以降は、 蒸しパンのように軽い生地のものや、さつまいもではなくリンゴの角切りを入れたバージョンなど、様々にアレンジされるようになった。家庭においては昔ながらに塩と砂糖をまぶして、味をつけることが多いが、愛知県の和菓子屋では必ずあると言っても、過言ではないほどポピュラーな郷土菓子であり、そうした市販の鬼まんじゅうでは、思考性を高めるべく、あらかじめ、さつまいもを密にしているものも多くなっている。 ありがとうございます。